俺は群馬なき UFO のタロアイ、群馬なきジャガです。極上来たぜ、群馬なきジャガの地元に上陸、よいしょ。これが相馬市の海ですわ。これが相馬の海かい。いや、いいね。群馬のヤンキーだけども、相馬市、福島県相馬市代表として、この地域を活性化していきたいと思ってるんで。なるほど。はいはい、もちろんそれは。だからガンガン紹介して、あんまり知らないとこもガンガン紹介していく。もう、若者顔で。本当に。怒られんじゃない、地元にしてる、わかんないけど。怒られるから。いや、でもマジテンション上がってんのよ、俺今。ちょっと、あんま噛むんていいや。ダメだ、ダメだ、やめて。ダメだ、ダメだ。来て。まだ海だ、海だ。海だ、海だ。海だ、死ねって。気をつかすよ。とっかそりゃそうよ、だってゴールデンウィークだから。えい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 。本日の企画は相馬で海釣りショー。よいしょ。バックが海、釣りは絶対したかったんで、したかったから訪れましたと、はい、で幸いにもね、うち、まあ、お兄ちゃんが僕いるんですけど、うん、が釣り結構好きだったんで、はい、釣りが揃ってて一応ね、なんでちょっとこう、借りて借りてながらね、はい、来ました。で、これ仕掛けはゆうぽんさんがこれやったんだよ ね、 すごいね。はい、これ全部俺がやりました、うん、はい、言ってねえよ。えあんたカメラ撮り行ってる間に係の人がやってくれました。で、なんだっけ、受付でちょっと付け方わかん、付け方ちょっと教えてもらっていいですかって言ったら、何つったんだっけ。付け方だってさって言ってた。ズブの素人がこんなよ、本当に。今から、頑張ってお魚を釣りましょう。行っちゃいますか。はい。で、今日なんかその、いわゆるサビキ釣り、うん、っていうやつなんですよ。うん。だからまあちょっと見えるかわかんないんですけど、こう3つこの針があって、はいはい。で、これにまあ餌つけるんだけど、うん、磯目ね、磯目餌つけ終わって、はい、バッチリっすね。バッチリっす。で、これあのサビキ釣りっていうのがさっき教えてもらったんだけど、うん、まあちょっと下映してもらうと、結構その海まで結構まあまあ距離あるじゃん。距離あるね。だからもう一旦垂らして、はいはいはい、で、これで止まったから、うん、つまりそこついたんよ。おお、もうついた。そう、ついた。だから、うん、これをね、シャクルマシャクル、シャクルって言われる。ああ、そう、竿ね。竿。はいはい。重りもね、なんか、風強いから25以上、うん、つけないとっていうことで言われたんですけど、なんかグググって鳴るらしい。あ、来たら来たら。なんか音が鳴るっつだよね。音鳴るっつだよね。結構ね、結構ほんと意外と視聴者さんいたよね。いたいた。で、やっぱその、やっぱ群馬のヤンキーだからその、俺が相馬市出身なんだと思うわけないから。そうなんだよね、みんな踊りする。俺が相馬市出身だって言ったら、えってなってな。結構やっぱ若い子やっぱ見てるな。若い子見てる。 TikTok ですよ、田舎も TikTok。 てかおめえ早く釣れバカ。おい、てめえ、てめえ見てみろ、ほら、ちょ、おお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 、見て、磯目が3だ。何言ってね、ふざけんじゃねえよ。マシマシマシ、あ、マシマシ、やばいやばい、マジやばい。はい、なんか、もうなんか今来てる感じですよ、ほら。あ、もう竿が何、竿がもうしなってる。海の声聞こえた。海の声聞こえてる。桐谷健太にも聞こえてる。行こう。お、来た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 、巻いてる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 。けい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 、磯目が3。おい、え、何回目だ、磯目釣んの。磯目を海に出し入れする動画じゃねえんだよ。来たら、でかい、でかい、来たら、なんか欲しいの、なんか欲しいの、なんか欲しい、ちょっとあれが欲しい。なんだ、いけるか、無理か、ヒットか、ヒット取って取れるか。うわ、はい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 、来た来た、来てる来てる来てる、よいしょ、でよいしょ、よいしょ、よいしょ、来た来た来たね、よいしょ。ちょっと待って待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、やばいやばい、ジャガさん、おい
おいでっけーおいかおいテンション上がったけど、おいこれメバル、これメバルっすか、おいでけんだけど、でかいよねこれ、デカメバル来てるじゃんデカメバル来たんだけど、えおいこれデカメバルだよね、いや最初マジで兄さんあれおい目がかりしてると思ったよマジで、あの言ったじゃん、だからうわなんか寝がかりしてるかもみたいな言ってた、言ってたよさあやっぱ地元よいしょなにこれ、なんかなんだ、なにちょっと待って、はい、ちょっと待って、うん、うん、ほやほやちびほや1ですねごくじょう、いや初心者でもいけるもんだねこれ、いけた、釣ったのも俺たち、俺っすよ、俺っす、あの隣に、うん、3人組の若い俺たちの視聴者さんいたんだけど、いるね、相当でげえシーバス、うん、4、5匹いってるから、うん、最後ちょっと一回聞いてみるか、ちょっと釣れてるねっつって、すごいね、もう5匹、5匹っすね、うわすげえ、何と何と何これ、シーバス4の初号1、シーバス4の初号1、おお、すごいね、これ食べるの、食べるんだ、食べるんだ、みさちょっと、すげえな、ちょっと聞いてみて、いける、でかい声出して、でかい声出して、でかい声出して、待って待って、いや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 、そんなそんなつもりないよ悪いんだよなんか最悪だよ本当にありがとうございます、本当にありがとうございます、ありがとうございます、あ、いや全然全然大丈夫、大丈夫、あの終わってからでも全然大丈夫、ありがとうございます、全然大丈夫、これが YouTuber だ、うん、裏でこういうことやってんだよ、俺だけじゃねえぞ、うん、俺が釣ったってことですか、それがダメなんだ、編集しろ、全部あれですよ、じゃ全部回ってて、しかもあのなんかあの群馬でヤンキーって知ってるからなんかくらいとかいう感じで踊ったけど、めちゃくちゃのあっちから促されたよ一番嫌なところに不正許さない会の人間かも不正を許さないのか俺はちょっと無理許さないそりゃそうでしょマジでめちゃめちゃ、はい、横でね釣ってくれてて、視聴者の方ですね、視聴者さんですね、地元の方ですか、福島です、あ、もうちょっと、そうなんですね、福島なんで、ね、うん、いやこれ行ったらいいんすか、どうぞ、マジっすか、じゃあまた俺来るとき連絡するから、あ、また釣ってもらって、あ、それ大丈夫だな、はい、いけるな、はい、いいです、OK、スタジオです、本当に怯えてんじゃねえかてかさ、冗談よ嘘だよあ、じゃあ、はい、ちょっとじゃあこれもちょっといた美味しくいただきましょう、美味しくいただきましょう、すみません、ありがとうございます、ありがとうございました、視聴者さんとも、はい、あの触れ合いまして、触れ合いましてこれで完ということですね、ありがとうございます、釣りはとりあえずでも今後ちょっとやっていきたいですね、やりたい、本当にやりたいなと思いました、マジで釣らして、うん、で、言うほど釣ってないですもんね、ちびほやしか今回は、まあ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 デカ魚釣ってないから、デカ魚釣ってないんで、うん、デカ魚釣っていきましょう、はい、うん、じゃあということで、まあ釣り編はちょっと、まあ、今後もちょっと継続していきたいということですね、継続していきたいし、うん、なんかそのちょっとお話いただいてるじゃないですか、言っていいかちょっとわかんないですけど、はいはいはい、船乗せてくれる人いるらしい、ね、そうですね、あの、分かんないけど、ね、どうやらね、うん、あの船、まあ、多分それもちょっと進んでいくと思うんで、はい、まあ、地元の海船で今度行きたいなと、うん、思います、思いますんで、はい、それも交互期待ということで、はい、今回の、第1回ですか、第1回海釣りはこれにて完ということで、はい、はい、ということで、はい、福島県相馬市、新地ですね、新地の海釣り公園ですね、はい、
に興味させていただきました、はい、まだまだね、相馬じゃないろいろ紹介してくると思うので、はいはい、まあ、まず海釣り最高ということで、はい、ありがとうございました本当に、はい、うん。